1990年のカンヌ映画祭にて、シルビア・クリステル・シルビア・クリステルは、オランダ・ユトレヒト出身の映画女優で、モデル。両親は、オランダ・ユトレヒトで宿屋を経営していた。妹と弟が一人ずついる。2006年に、フランスで出版された、自助伝、ヌエによると9歳の時に宿泊客に、レイプされた。両親は、仕事に忙しく、子供に酒を与えて寝かしつけていた。 自助伝では、ドラッグやアルコールに溺れた生活や、年の離れた男性に惹かれてしまう性癖が、記されている。さらには11歳の頃から、ヘビースモーカーであった。14歳の時に、父親が家を出て行き両親は離婚。17歳で、モデルの仕事を始めた。1973年には、ミスコンテスト、ミス TV ヨーロッパで優勝している。IQ が165あり、 小学校では4学年を飛び級という経験をしている。言葉はオランダ語、英語、フランス語、ドイツ語とイタリア語を話せるというマルチリンガルな才能を持つ。1970年代半ばを通してベルギーの作家で27歳年長のフーゴ・クラウスと交際していた。1972年に処女シルビア・クリステル初体験で映画デビュー。 1973年にエマニュエル・アルさんの小説エマニュエルが大ヒットし、翌年それを映画化したソフトコア映画エマニュエル夫人に出演し、世界的な名声を獲得する。彼女は自らエマニュエルのような役を自分のハマり役と考え、しばしばこのような役を演じている。例としてチャタレープ人や第一次世界大戦での女性スパイ、マタハリなどが挙げられる。 彼女には、フーゴ・クラウスとの間に1975年に、生まれたアルチュールという息子が一人おり、彼も、また映画俳優になっている。彼女は、映画で共演したイアン・マクシエーンと共に、息子のアルチュールを残して、アメリカ・ロサンゼルスに移住。アメリカでの女優としての成功を目指した。しかし、イアンとの5年間の同棲は結局破綻した。この間にコカインを覚えた。その後、 二度の結婚を経験。相手はアメリカ人ビジネスマンと次は映画プロデューサーであったが破産により関係も破綻。その後、ベルギーのラジオ番組のプロデューサーと10年間ほど暮らした。2002年に高等眼、2004年には肺がんの手術を受けている。2008年9月、スマップスマップにゲスト出演している。晩年はオランダのアムステルダムに居住。 年下の男性と同棲し、絵を描くことに没頭して暮らした。2012年6月に陰頭がんの手術を受け、その後に脳卒中で倒れて、アムステルダムの病院に入院していた。同年10月17日、入院先の病院で死去。60歳没。ありがとうございます。